ですね、今14年ぶりぐらいに僕のね地元の後輩と会ったんですよ。でちょっと休憩で今から視聴者だもんね。はい、そう、はい、動画見てくれてるんだよ。ありがとうございます。でお兄さんはなんと、うん、もっかいチャンネルのロゴを書いてくださった北島くんです。マジで、はい、の妹なんですよ。はい、マジそうで本当に今下駐車場止めて上がってくる時に会って、じゃあせっかくか企画出てってお願いして、で急遽ねカメラ回しております。じゃとりあえずじゃあ一周回っていつも通りの企画やっていきましょう。お願いします。いろいろ来るんでしょ。ここだったり縁日堂だったり行くってこと。そうです、そうです。縁日堂もそうストーリー上がってた。マジで。そう、上げました。でまあまあまあこれの撮り方がわからないと。そうですね、こういう系を撮りたいんだ。この前設定ミスがあったんでうまくいけば結構。そう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 、はいはい、隣のブースですね。はいはい、顔出しは OK。 あ、もちろんです。あのねちょっとね、うん、これは顔はぜひね映してほしいんですよ。わかりました、わかりました。あのね皆さん K-POP の練習生ですよ。マジっすか。ガチガチガチ。韓国いたのよ。え、マジで。までずっと韓国で K-POP の練習生として活動してる。すごいでしょ。いや、嘘でしょ。本当。本当に本当。しかもお父さんに水泳を教えてもらってた。あー、なるほど。あのね、俺は知ってる、俺知ってる、うん、の娘さん。やばいな。お母さんも知ってる。お姉ちゃんは高校の後輩。家族ぐるみなんだよね。すごい遊んでもらったので。そう、ゲームで遊んでもらおうかな。うまいですね。あの超カメラ慣れしてるんで今日はすげえやらせっぽくなってるんですよ。なんかさ、やっぱ宮崎だからだよね。確かに、うん、狭いからさ、どこ行っても誰かと会う。あ、確かに。あれあれ宮崎なら誰かと会うから。イオン行ったらね、大抵誰かいるから。そうそうそう、撮影する時のね、キャストには困らない。確かに。まあ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 、とりあえずじゃあこれやっていきましょう。はい、これで一回プレイするからちょっと撮り方覚えてもらって自分で撮ってみて、うん、これちょっと2つ見るとこがあって、まず1個目がここの手前を狙えるかどうか。これ基本そこのさゴムチューブあるでしょ、うん、あそこにアームを当ててそこに引っ掛けてバインバインさせて落とす。でもう1個が突っ張り棒と景品がついてる部分あるだ、はい、設置してる部分を狙って無理やり落とすっていうやり方の2通りあるんだけど、とりあえず手前が王道だから手前を1回チョンで狙ってみて、まあ、ちょっとまずはパワー確認とかも兼ねてね、はい、やっていきます。場所悪くないよね。おお今のところで、今良さそう、良さそうっすね。じゃあ手前で。そう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 、やってみる。え、いいんですか。いいよいいよいいよ。すごい緊張してる、まあ、結構真ん中ぐっついて狙って大丈夫。あ、うまいうまいうまい、マジうまい。あーすげえな、ちゃんと狙えてるね。アキちゃんよりうまいわ。アキちゃんとケイカどっちうまい。あー、それはもうね、ケイカちゃんですよ。絶対怒られる。奥一回見ましょうか。左で狙いますか。あ、行かないんだ。移動制限ここです。これもうちょっと奥まで行けばね。あ、でもいや、あ、今のがマックスってことですか。そうそうそう、一番マックスだから。あ、手前の方が狙いやすいかな。あ、そう、奥だけでも今動いたから取れそうやけどね、うん、しかももう何も考えずに奥ずっと押しておけばいいから。そうね、それで取れたらめっちゃいいね。それでいこう。 OK です。左を寄せるわけね。そうそうそう、両替テープも行います。あ、でも奥ダメだ。ダメなんだ、うん、左だとさ、多分あそこのチューブのとこ引っかかんないから右じゃないとダメっぽいんだよね。爪は左がいいけど左の方がいいですね。かかりは右がいい。うん、今ぐらいいける。はい。あ、うまい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 。いや、てかうまいね。やばいっすか。でも奥沈んでるからね。奥沈んでるから全然いい。これ取れるのかな。あ、なるほどね。もうちょっとあとちょっとなんだよね。本当にあとちょっと。いや、マジうまい。ノーミス、ノーミス。すごいね。縁がね邪魔ですね。邪魔。じゃあ設定がいいね。上手だよね、結構寄せた今。あー、惜しい。あ、でも、OKOKOK。 今のでも厳しいのか。あ、どんどんと、あれ、これやってなかったっすね。やっぱ壁っこ人気やからね。うん、サーブルも難しかったよね。そうね、うん、あんまいい思い出ないっすよ。あ、入らん、入らんか。ここからどうやって取るんやろうね。ちょっと待ってね、最後これでハイランクなりだしたらもうアウトっすもんね。いや、そうなのね、やっぱハイランクなったもんね、うん、
両替地域に送ります。そう、序盤から超苦戦しちゃってるんですけど。いや、まあ、だいぶ苦戦してる。ですよね。手前と奥どっち狙えば取れるんですか？奥っすかね。あ、奥なんすか？そうなんだ。割と他のところで手前をこれに接触させてこう取るっていうのがよくあるんですけど、うん、これの場合は奥の方を狙ってもらったら一応あの取れるような形にはなってる。左でですか？そう、奥もやったんですけど奥が今度入んなくなっちゃって、うんうん、右がアームが強いんでそれで引っ掛けるような形で狙ったのがあったのか。で前はなんかこの辺りを左側のアームで接触させながら取ると一撃で取れたよ。こっちこの前ピザポテトの時めっちゃ取れました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで一発目から一発目からやっちゃったっていう。右奥だけ試さんかったっすね。そっか、左で狙ってたか。両方入ってるよね。俺らが取ろうとしてたら手順逆でしたね。確かに。サブでいいですか？あ、全然いいですよ、いただきます。真ん中持ってきて2は一番奥やってみて。あ、うまい。オッケー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 、うまいうまい。おお、今一番良かったね。ズズズズズってきたね。おもろいな。いや、俺らの常識が通用せるのよね、このゲーセンは。そう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 。ああ、全然勉強になるね。勉強になるか。あ、これ来たんじゃない。いいねいいねいいね。奥入ってるよ。タイムちょっと押してますね。真ん中よりちょっと左ぐらい。両替チープに。おお、でもいけそういけそういけそう。いやー、そろそろ欲しいな。あ、オッケーオッケー、外れた外れた。いけ。あの、俺取れたかなかった。調子良かった。1個目の撮影時間何分？33分。たぶん33分やったら3000円は使ってるね。いやでもそれだけの価値ありますね。いや、よかったよかった、ありがとうございます。次はちゃんと撮るんで。OKOK、 ありがとうございます。失礼しました。ちょっとね、セオリー無視のあれやって。俺のオリジナルやけんか、ちょっとあれやむし。いやでもすげえちゃんと撮れるよね。でもね、ちゃんと右で。いや、やられたなこれ。やられたね、マジやられた。ちょっと撮り方分かったんで実践しますね。あ、入った、入ってる。えこれ何ですか？これですね。どうしたらいいんですかね。押せばいいの。押しちゃう。パワー強いから来た。爪の外で。すごい。これさ、これやばいじゃん。今日お土産いっぱいあるよ。お父さん、お母さん、お姉ちゃん、お兄ちゃん、ケガ、あと猫やろ。猫。いや、今見せたね。何が欲しい？甥っ子が生まれたんですよ。はいはいはい。なんで甥っ子のプレゼントが次欲しいということで、甥っ子にあげるプレゼントを今から探して取っていきたいと思います。プールも買ってあげないといけなくなるんで。プール欲しいな。ちょっと待って、プールもあるわ。そう、プールあるよ。じゃあぴったりですね。これ両方撮ろう。動画映えはしないかもしれないけどさ、可愛い女の子の笑顔が見れるからさ。ご一緒のためじゃなくて。じゃあね、これ撮っていきたいと思います。真横になったらアウトなんですよ、この設定は。だから真横にしないように気をつけて狙っていかないといけない。ちょっと両アームど真ん中で狙ってみます。これうまくいけばね、バランスキャッチすることもあるんですよ。この角と角を持てば。あ、ストップ使えるやん。使える。あ、この形やったらね、右でかける。やってみますか。うん、運が良かったら次で取れる。おー、いけそうだね。いけそう、これいけるわ。ちょっと形に救われましたね。500円ぐらいで取れる設定だ。右アームでこの手前の角をね、こう吸ってあげると一気に角が外れます。おー、徐々に生きてる。これは戻ったね。問題は次のプールよ。反動台やったやろ。難しいですかね。難しい、超難しい。反動台はね、
気をつけよう。結構いいとこ狙えてるよね。かっこいい。かっこいいです。聞きました皆さん。まだお世辞よね。こちら行きましょうか、はい、俺気づいちゃった。これさ多分すぐ取れるように見せて、これ普通のハンド台だったらすぐ取れるなって思うんだけど、手がこれ下見て棒あるやろ。あるある。多分ちょっとかかります。これが邪魔しちゃうのかな。そう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 。一番いいのは手前のあそこの左下の角にかけてあげて、もう一気に奥から反動させて一手で取るやり方狙いですけど、かかんないね、入んない、うん。これさ、あの D リング乗せるやり方強すんじゃね。サープラザ、うん、ちょっとこれ上手かったかもしれん。どうしようかな、次ですよね、大事なのが。奥狙って一回手前にやりますか。あ、でも移動制限ここまでだ。本当にこれにそうだけどね。すごいな。え、これなんて見て。とりあえずさ、脇狙うわ。ドイツのワンワン。ワンワン、あ、白いやつ入るかな。あの茶色いのがさ、邪魔するかも。チョコ味のワンワンが入った。入った。お、入ったけど、浅い、これは。あ、なかった。あー、チョコからいきます。あ、2個取るの。そう、狙える方から、ね、狙っていこうかなと。お、お、うまい。一応入った。深く入った。え？邪魔した。いや、結果俺。あ、俺。こっちを狙った。そうそうそう。それはストップボタン使いますね。はい。つまみ寄せの感じで。どうしようかな。もうちょっと乗せたいんだけど、ここじゃねー。つまみ寄せができないんだな。かかってないんですよね。ちょっと手前に来すぎてて、ちょっと一回も形修正しますわ。形的にさ、こうしたいんだよね。横にしたくて。あ、来た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 。多分今早送りになってたと思うんですけど、結構頑張りました。あの無言で3分間ぐらいクレーンゲームしてました。お、これいいんじゃないですか。どうですか。いや、今のマジすごかったわ。帰りたとかこっちに帰りたとか。いやいや、ね、本当とりあえず1袋のアッパンです。7、8000円になったよね。ちょっと沼ったように見えてる。さっきみたいにさ、手前の角とかがあるんだけど、多分ここが限界だから厳しいね。でもなんかいけそうな気もする。するけど、まだな気もする。まだな気もする。わかんない。あー、惜しい。あの角押すのがいいのかもしれんね。あ、でもちょっとずつなんか動いてますね。あ、落ちる。滑り止めも効いてない。意外と、いや、もしかしたらイリュージョンスピンできてたのかもしれん。落ちるんじゃない、あそこの角押したら。ちょっと行くわ。マジそんなことは惜しいです。あ、やばい。滑り止めについた。ついちゃったかもしれんね。取ったら食べたい。食べたい。食べたいよね。食べたいです、ね。俺もお父さんに食べてほしいもん。でもさ、ケイカが思ってる以上に俺お父さんのこと好きやから。嘘、すごい、なんか恥ずかしいんですけど。ケイカが戦えたんじゃないですか。おお。え、俺はね、なでなでしてもらって。なでなでしてもらった。ただめっちゃお父さんスパルタ教育なんですよ。すげえ練習きついんですよ。いや、もうね、ご存、あの、はい、してます。存じ上げてます。ラストの試合、筋肉痛で挑みました。大事な試合まで。そんぐらいね、これ練習嫌いで、ちゃんといい感じで仕上げてくれて。いや、もう感謝しかないですよ、お父さんには。マジで。お、来るかな。いや、ちょっと待って、これさ、お尻いけたかもっすね、最後。ほとんどアーム使ってないんですけど、押しで取れました。楽しい。楽しいね。あの、すいません、ここでちょっと番宣挟みたいんですけれども、今話してたら YouTube を始めたと。はい。概要欄に北島経過チャンネル貼ってるんで、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。
ケガ、最後やっていいよ。あ、いいんですか。いいよ、もうこれ取っちゃって。今日の仕上げ。あ、いいですね、ちゃんと右入ってますね、これは。おー、うまい。うまい。あ、バッチリ。おお。これは3手でしたね。私はマウンド取るね。いやゲストを持ち上げないね。お父さん。うまい。うわ、でもいや、お、これ次いけるんじゃないと。3手いくかもな。やばい、一緒一緒。決めたいですね。どうする？この後北島経過チャンネル出ていいよ俺。いいんですか？お願いします。低評価多くつくかもしれない。お、うまいうまい。ちょっと急遽北島経過チャンネルが出ることになりました。皆さん見てください。企画はこの後考えます。でもとりあえず入りそうやね。あ、来た。入った、 OK、 入ったよ。うまい。うわあ。悔しいな。難しいな最後。これがやっぱ重要なのかもしれない。これ横になりすぎたらやっぱ入れにくいんじゃない？そうすごく。それあるかも。これが入らなかったら難しいぞ。お、はい。お、さあ。あー、どうかな。ヨーガーチークも入ります。あー、でも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 。いけるいけるいける。待ってたら落ちる。ね、おー。矢口まりさんに教えてくださいこれ次、押すのがいいんですかね。押しても良さそうだけどね。どうやろう、どれどうする、最後。最後、さっきと同じ場所狙えば真ん中の後ろね。そう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 、奥沈んでるからね。これでハンド、ハンド、あ、入りそう、入りそう。ヨーガーキープに今、今30センチぐらい飛んだね。これも踏まえてうちのチャンネルで続きを撮りますので、まだ大丈夫なんだよね、時間。はい、オッケーオッケー。ということで、ぜひ北島経過チャンネルも見てください。お願いします。あのさ、なんかさ、木管の秘密ってなんかないの？秘密、あ、でもよく父から聞いてたのは、結構練習サボってたっていうのは聞いてまあ、呼び出して練習させてたというか、してたみたいなんですけど、うんうん、なるほど、その頃からサボり癖はあったわけね。あ、そうですね。なるほど。すごい遊んでもらってて、ちっちゃい頃から。あ、優しいお兄ちゃん。